はい、公認会計士税理士の山田真也です。今日は税金が重たい年収500万円以上の会社員向け節税ベスト5です。内容は年収500万円の重税の壁とは一体何なのか、そして節税ベスト5の発表と解説を行いたいと思います。というわけでですね、今日はもう年収500万円以上っていう方に絞るわけなんですけども、なんでかと言いますと、結構いろんなね、節税の相談とか受けるわけなんですが、皆さんね、年収と、あと職業によって節税の方法って全然違うんですよね。特に年収が500万円より多いのか少ないのかで全く変わってきます。で、今日は年収が多い人向けの節税対策という話になってきます。こんな話をするとですね、収入が多い人向けなんてひどいって言ってすごい低評価いっぱいおされるかもしれませんが、今日はですね、もうこれに絞ってやりたいと思います。で、そもそもちょっとね、おさらいなんですけれども、まず収入がありますと。で、そこから経費を引いて、そこから控除ですね。控除は国の思いやりと申しますからね。収入とか経費に関係なく、皆様のそれぞれの生活に合わせて、税金を計算しましょうっていう意味で、社会保険料とか生命保険料、医療費、寄付金、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などから構成されている15種類の控除がありますと。で、そこから全部引いたのが所得ですと。これに対して税金をかけましょう。だから所得に対して税金かけるから所得税という話なんですけれども、結局ですね、この所得を減らせば税金も減ります。じゃあ所得を減らすにはどうすればいいかと言いますと、収入を減らす、もしくは経費を増やす、控除を増やす。もうこのね、3択しかないわけなんですね。で、会社員の場合なんですけれども、会社員はですね、収入がこれが額面の年収ですね。額面の年収から、給与所得控除っていう、これ経費の代わりになるものです。この給与所得控除を減らして、そこから15種類の控除を引いて、残りが所得です。課税所得って言われるものなんですけども、この額がね、いかに減ればいいかっていうことがポイントになってきます。で、この給与所得控除なんですけども、こういうですね、計算式があります。一番最低額でも55万円で、上限が195万円ということで、左側にありますね、年収によって、給与所得控除の額が変わってくると。こういう仕組みになってます。なので、ここはいじれないんで、結局、会社員の節税というのはですね、いかに控除を増やすかっていうところにポイントが出てくるわけですね。控除を増やせば自動的に所得が減る、税金も減ると。こういうからくりですね。で、なんで年収500万円が、一つね、重税の壁なのかと申しますと、その所得によってですね、税率が変わってきます。こちらですね、所得税と住民税を足した税率なんですけども、所得が195万円までだったら 15% で、195万円を超えた部分が 20%、330万を超えた部分が 30% というふうにだんだん上がっていくわけなんですけれども、こちらですね、例えば額面年収が600万円だとしましょう。そうすると、給与所得控除がですね、計算すると164万円なんですね。そこから社会保険料ですね。いわゆる社会保険の厚生年金とか健康保険の料金ですけど、そういうのを減らしたりとかすると、何らかの所得がですね、やっぱり330は超えてくるんですよ。だいたい年収が500万円台後半ぐらいになってくると、この330のラインを超えてくるんですね。そうするとどうなるかというと、それまでだったら所得の 20% にするんですけど、330万円を超えた部分に関しては 30% なんで、1.5 倍に増えるんですね。ここが結構でかいんですよ。この330万のラインを超えてくると、途端に税金重たいなーっていう風になってくるわけなんですね。だからなんとかこの330万のライン超えたら、なんとか節税しましょう。というのが今日のお話です。特にですね、会社員の場合は、去年の所得税、今年の住民税からですね、この給与所得控除10万円減らされてます。皆さん一律に10万円減らされていますし、さらにですね、上限額も去年まででしたら、1000万超えると、220万で打ち止めだったのが、今はですね、850万を超えると、195万円で打ち止めになってしまいます。これはね、いわゆる額面年収の額ですね。なので、会社員の方、年収が多い方は増税のケースもありますので、よりですね、節税が大事になってくるというわけですね。というわけで、年収500万円以上の方のための節税対策、第1位から発表いたしましょう。第1位、こちらです。ふるさと納税です。はい。このふるさと納税は、いろいろお得って聞いてね、やってらっしゃる方もいると思いますし、まだやってないよって方もいらっしゃると思います。既にもうやって自分はよくわかってるよって方はですね、このパートは飛ばしていただいて大丈夫です。で、まだやったことないよとか、よくわからずにやってるよって方はですね、ぜひお聞きください。で、ふるさと納税っていうのは基本的に税金をたくさん納めてる人ほど効果がでかい、使える枠が大きくなりますので、当然年収が多いほど、有利と。という制度なんですね。総務省さんのですね、説明からちょっと抜粋しますと、こんな感じですね。左からふるさと納税の額があって、そこから自己負担が2000円あるんだけれども、控除額がありますね。で、その控除額っていうのは、所得税からの控除と住民税からの控除がありますよ、というふうに説明されています。で、ふるさと納税はですね、その上限額っていうのは非常に大事なワードなんですけども、その上限額の計算はですね、こちらのようにですね、所得税からの控除と住民税からの控除基本部分、住民税から、○3、住民税からの控除特例部分、で、○3のダッシュ、うにゃうにゃってあるんですが、この説明、これ総務省さんの説明ですと、分かりづらいと思いますんで、まずは本当にざっくりですが解説します。多少間違ってますが、まず全体像を押さえていただきたいので、ざっくり申し上げますと、皆様がですね、納税者ですと。で、何もしてなかったら、普段皆様がお住まいの市区町村に住民税を払いますよね。ちなみに、所得が400万円ぐらいの方はですね、住民税が年間ですね、40万円ぐらい払います。それを、その会社員の方は、毎月毎月、6月からね、切り替えなんですけれども、給与から転引きされたわけですね、住民税が。で、年間ですと40万ですと。で、このまま払ってたらそれで終わりなんですけども、ふるさと納税ってのはですね、別の市区町村に納税する制度のことです。なので、例えばですね、この納税者が、ふるさと納税10万円を別の市区町村にしましたよと。そうすると、何が起きるかと言いますと、ここに10万納めたよっていう連絡が、税務署もしくは、この市区町村からですね、この住んでる自治体にですね、連絡行くわけなんですよ。そうすると、あ、こっちに10万円払ってるんだ。じゃあ、こっちの住民税減らしてあげるよ。ということで、普段お住まいの住民税が、なんと30万円に減らされますよ。という制度です。だから、トータルで見ると変わんないんですけれども、何がお得かっていうと、本当は入る予定のなかった、この別の市区町村にとっては、うちに10万円くれんのありがとうってことで、返礼品ですね。肉や米や魚や家電とかをお返しすると。だいたい3割返しです。10万円寄付受けたら、この市区町村が3万円で仕入れて、それを返礼品として返す。だから、納税者的にはですね、単純に3万円ぐらいのものが手に入ると。これは、非常にお得でしかないですよね。で、先ほどね、自己負担2000円ってあったので、厳密に言うとですね、住民税30万円プラス2000円っていう感じな負担にはなります。あくまでもこれ、ざっくりとした説明ですからね。で、じゃあ上限額ですね。今回、ふるさと納税10万円納税しましたけども、これね、20万円とかになってると、逆にですね、住民税が減るのはやっぱり10万円ぐらいまでしか減らないんで、基本的には納税のしすぎになるという仕組みなんですが、一体どれぐらいが上限なのかっていうのはですね、もう、さとふるとか、ふるさとチョイスとか、ふるナビとか、楽天ふるさと納税っていろんなね、ふるさと納税の窓口となるサイトがありますので、そちらのですね、計算のするサイトがありますから、ふるさと納税計算でね、検索していただけると、そういうページに出ると思いますんで、ぜひね、検索していただきたいんですが、簡単に申し上げますと、所得ですね。こちらですね。額面の年収から、この給与所得控除を引いて、さらに控除を引いた所得ですね。この所得の額が200万円でしたら上限が年間5万円。所得300万円でしたら 7.5 万円。350万で10万円。400万で11万4000円。所得450万で12万8000円。所得500万で14万2000円。所得600万円で17万1000円。といった感じになってきます。で、ここでね、お分かりの通り、ちょうどですね、この300万から500万に上がる際ですね、50万しか増えてないのに、ここでですね、一気に2万5000円分も枠が増えてますよね。だから、ここが実は、分かれ目です。だから所得が300万超えるかどうかですね。現実330万超えてくると、一気にですね、ふるさと納税の枠がでかくなる。で、せっかく枠がでかくなるぐらいですね、所得が多い、税金を多く納めるんでしたら、ふるさと納税した方がいいんじゃないですか、というおすすめでございます。ちなみにですね、所得をね、さらに600万より多いよって方はですね、こちら、所得700万円だと20万8000円。所得800万で23万8000円。所得900万で26万8000円。所得が1000万円で35万円。所得が1100万円で38万5000円。所得が1200万円だったら42万1000円。そして、所得が1300万円。年収で言うと多分1500万円ぐらいだと思うんですけども、その場合だと45万6000円もふるさと納税が使えますと。だからある種ね、高額所得者にものすごく有利な制度、やりすぎじゃないかと僕は個人的にちょっと思ってるんですけれども、現状はそういう仕組みです。ここもですね、お分かりの通り、所得はですね、900万円を超えると一気にね、10万円ぐらいね、枠が増えてますから。だからここがポイントですね。なんでそういうことが起きるかと言いますと、このですね、所得税のね、この表ですね。この階段で見ていただけたお分かりの通り、この330万超えると納税が増えます。900万超えると一気に 43% というふうにね、納税増えます。だから、ふるさと納税の枠もでかくなる。ね、納税が増えると、ふるさと納税の枠がでかくなると。そういうことなんですね。ふるさと納税の注意点なんですけども、住宅ローン控除がある人ですね。住宅買って、で、10年間なり13年間なりですね、減税されるよって方はですね、これ計算がめっちゃややこしくなりますんで、ちゃんとですね、住宅ローン控除も踏まえたですね、ふるさと納税の上限額を計算してみてください。そして、ワンストップ特例なんですけども、これはですね、会社員の方が確定申告をせずに済む制度です。大体ですね、ふるさと納税をしますとですね、こういう封筒が届きましてですね、ワンストップ特例をするためのですね、こういう申請書が届きます。これに必要な情報を書いて、マイナンバーのコピーつけたりして、こんな感じでですね、ちゃんと書類を提出すれば確定申告せずに済みますよ、という制度でございます。ただね、確定申告をね、する方や、6団体以上にワンストップ特例を申請する方などは特例が適用されませんので、その点ご注意ください。あとですね、今年2021年に関しては、1月12日までに自治体に届かないと間に合いません。なので、間に合わなかったって方は、確定申告を改めてしてください。ただね、この確定申告はね、スマホとかでもできますからね。といったわけでね、第1位がふるさと納税だったんですけども、こちらはですね、税金自体は減らないんですけども、肉や米や、魚や家電やフルーツが入ってくるという制度でございます。私はですね、大体もう鹿児島県のカルカンっていうお菓子と、石川県のですね、中田屋の金つばとかですね、これを必ずふるさと納税で頼むというのがもう習慣化しております。それでは続いて参りましょう。第2位はこちら。企業型 DC とiDeCoでございます。はい、こちら何かと言いますと、企業型 DC はですね、企業型確定拠出年金のこと。で、iDeCoは個人型確定拠出年金のこと。で、どちらもですね、自分で作る年金ということで、自分で運用するっていう、自分で資産を増やしていくというタイプの年金でございます。で、企業型 DC の場合はね、会社が出してくれるわけなんですけれども、追加でね、自分でも、個人でも出資することができるんですね。で、iDeCoはですね、今は誰でも入れます。で、自分で出すことによって、何が節税になるかと言いますと、かけた金額が全部ですね、この控除。小規模企業共済と掛け金控除って言うんですけど、控除の一つなので、かければかけるほど所得が減ると。こういう仕組みなんですね。で、自分でね、年金を増やす手段として、普通にiDeCoに加入っていうのもできます。そして、すでにね、企業型 DC に入ってる方はですね、会社が払ってくれてるんだけど、それとね、同額まででしたら、マッチング拠出っていうのができる会社があります。これが今半分ぐらいなのかな。マッチング拠出ができます。で、マッチング拠出ができないよっていう会社もですね、企業型 DC とiDeCoの併用ができます。これ今バラバラバラって言いましたけど、もうちょっとね、詳しく見ますと、こちらですね。今ですね、年金制度っていうのは、こういうね、下から言うと国民年金ってその上に厚生年金って制度があって、で、会社によってですね、厚生年金基金だったり DB、要はもらえる金額が決まってる、もらえる年金額が決まってるやつとか。で、こちらの赤丸ですね。確定拠出年金企業型 DC というのも最近市場に増えております。で、確定拠出年金 DC じゃないよって方もですね、こちらのiDeCoに入ることもできます。で、企業型 DC とiDeCoをね、併用すると本当にいっぱい入る、すごいなって感じもするんですけども、現状ですね、いろいろ規制があって、なかなかね、入れないケースもたくさんあるんですね。ところが、来年の10月からiDeCo加入条件の緩和があります。つまりね、現状ですと、企業型 DC の方の場合とかは、労使の合意がないといけないんですが、それがいらなくなります。そしてですね、企業型 DC で、企業側がね、掛け金を払っている分の、今引き下げないと、iDeCo入れないよという条件だったんですが、それもなくなります。ただね、iDeCoの上限がね、月2万円っていうのは変わらずあるんですが、非常にiDeCoに入りやすい状況にありますので、何らかしらの方法で、皆様iDeCoに入るか、マッチング拠出するか、で、企業型 DC とiDeCoの併用するかっていうね、何かしらの方法が今後は出てきますよ、という流れでございます。でね、この企業型 DC とiDeCoのね、メリットなんですけども、所得が多い方、年収がね、500万円後半の方っていうのは大体ですね、税率が 30% なわけですから、掛け金の 30% 以上の減税になります。つまり、月2万円で年間24万円ですから、その3割ですから、7万2000円税金が浮くということですね。7万2000円税金が浮くとともに、運用してるときですね、その運用益自体は非課税でございます。税金かかりません。利益出ても税金かかりません。でね、ちょっとこれね、書いてるのが、記者書いてるのが、特別法人税って言うんですけど、一応法律上は特別法人税っていう税金がかかるよってっていうふうになってるんですけど、これはですね、もうすでに20年ぐらいもう停止されていて、いつなくなってもおかしくないような税金なので、これは多分おそらくなくなるでしょう。で、受け取るときですね。受け取るときは、もう一括で受け取ると、まあ、退職金扱いなんで税金が非常に安い。で、分割でもらってもね、年金扱いなんで、まあ、税金がね、安いということで、受け取るときも税金が安くなりますよ、という制度でございます。でね、まあ、データによりますと、一括でもらって退職金扱いにする方が、まあ、9割ぐらいだそうです。とにかくですね、毎年節税になるよ、30% 節になるっていうのは非常にでかいです。要は、利回り 30% と同じですからね。ただもちろんデメリットもございます。デメリットはですね、まあ、投資リスクですね。まあ投資なんでね、まあ投資しないリスクもね、あると思うんですけどね。まあ何を選ぶかによって、まあ非常に損をすることもありますと。まあ全部ね、預金っていうのもそれはそれでリスクですからね。そして、掛け金のね、やっぱ上限がありますね。で、iDeCoの場合ですね、会社員の方ですと、まあ皆さんの会社の制度によるんですけれども、例えばですね、こちらの表で言うと、確定拠出年金の横ですね、中小企業退職金共済。中退協って言うんですけど、中退協、まあ、うちの会社、僕のね、税理士法人も中退協に入ってるんですけど、その場合だと上限が23,000円だったりします。そしてね、あと2万円だったり12,000円だったり、皆様の会社の制度によって上限が決まってます。月々の上限ですね。で、あと、iDeCoの場合はどうしても手数料はですね、月々最低でもですね、171円かかります。で、まあこれがね、まあ60歳まで引き出さないよっていうのがね、まあ一つデメリットではあるんですよね。今はね、あなたが30歳だったら30年間引き出せないと。それはそれで問題ではあるんですけれども、あんまり知られてはいないのですが、このマッチング拠出にしても、iDeCoにしてもですね、障害給付金とありまして、もし何かしらが、ね、事故か何かがあって、皆様が障害者になった場合ですね。例えば、障害者手帳の3級以上になった場合はですね、もう一時金でもらえます。ね、年金でもらったり、一時金でもらって、それが全部非課税ですから、まあ、そういうね、安全策にはなります。あとね、まあ、死んだ場合はですね、遺族に死亡一時金としてね、戻ってきますし、あとですね、掛け金がすごい少なかったりする例外的な場合は、まあ、脱退一時金もありますんで、まあ、いざという時のためね、まあ、障害を負ったりとかですね、まあ、死んだりという場合のための保険代わりになりますから。なのでね、マッチング拠出とかiDeCoっていうのはですね、まあ、保険代わりと思えば、節税になる保険代わりと思えばですね、そんなにね、損するタイプの商品じゃないだろうなというふうに思っております。といったわけでですね、続いて第3位なんですけれども、だいぶ時間が経ってしまいました。すいません。今日はですね、ここで一旦お開きにさせてください。3位以降はですね、また近日中に動画でアップしたいと思います。本当よく考えたらですね、なんで僕1位から言い始めたんでしょうね。5位、4位っていう風に言い始めたら、この先興味持つかもしれないのに、なぜか1位から言ってしまったんで、もう興味ない方はこれで結構でございます。またね、3位以降も興味あるよって方はですね、もうしばらくお待ちいただければと思います。といったわけで、このチャンネルでは、税金、ビジネス、投資、経済のね、得する情報やね、まあ、こういった国の制度について解説をしております。よかったらチャンネル登録をしていただけますと大変嬉しいございます。3位以降知りたいよって方もね、ぜひチャンネル登録してください。あとね、コメントもいっぱいください。といったわけでね、今日はこの辺で、バイバーイ。